提携室の後に今度は非資源性構造、このね両面もね問題点がある。実はこれ、まあ、アメリカの航空顔面通学会、日本の航空顔面通学会、非資源性統通使うんです。私もチャプター書いてくださいで非資源性統通チャプター書いたんです。でも序文のところに私非資源性統通って嫌いですって書かせてます。